ロゴマーク、アナスイのタオルとイブサンドーランのハンカチアナスイはアメリカ合衆国出身のファッションデザイナーであり同デザイナー制作による1980年設立の女性向けファッションブランドアメリカニューヨークに本社を置くアナスイ社の機関ファッションブランドで婦人服のほか、時計、アクセサリー、バッグ並びに化粧品などを展開しているデザイナーのアナスイは 中国系アメリカ人の2世として、ミシガン州のデトロイトに生まれた。デザイナーの道を志したのは4歳の時で、その頃から自身の服をデザインしていたという、ニューヨークのパーソンズ美術大学を卒業。写真家のスティーブン・マイゼルは、同窓生にあたり、彼の撮影のスタイリングを担当して、以来の親友でもある。同大卒業後、数社の水着、 スポーツメーカーでデザイナーとして働き、1991年に初のランウェイショーを開いた。1992年、自身の念願であった初のブティックをニューヨーク双方のグリーンストリートに開店。1997年にはアジア地域初のブティックを日本の東京に開店した。1998年には自身の夢であったという化粧品ライン。 アナスイコスメティックスを発表している。ファッションの主流にアジアンテイストを持ち込んだ先駆的な存在と言われる。ツヤのあるバラ、蝶のモチーフや主に水色、黒系、紫系の色使いが特徴的。スイドリームなどの香水が有名である。化粧品はティーローズと言われるバラの香りがするものが多い。婦人服、小物、アクセサリーなどきらびやかで妖艶な雰囲気のアイテムを 発表している。また、刺繍などが施された、華やかで可愛らしいアイテムも発表している。日本においては1996年から本格的な商品展開を指導、主要都市のブティックや、百貨店などで販売している。アパレル分野は、オンワード菓子山が事業会社となっており、三越伊勢丹ホールディングスが販売権を有し、カジュアルブランド、ドーリーガールバイアナスイで、 イラストレーター高橋誠とコラボレーションした商品を発表するなど若年層を狙った。2017年ライセンス契約終了に伴い、ブランドは終了した。化粧品は現在 P&G に買収され、同社の一部門にあたるウェラと提携。日本では後世の系列会社にあたるアルビオンがライセンスを保有している。彼女が持つ12カ国。 381店舗のうち80店舗以上が日本にあり、主に日本を中心としたアジアで展開しているブランドである。カーマンペダル2011年11月、フリーダグスタッフ2011年11月中に滑走路に、アギネス・ディーン・アナスイのファッションショー2008年2月、ありがとうございます。